後先を考える習慣がなくて本当にごめんね。え、どうかしたか？僕は買い忘れたものがあったのを思い出したから、それでたまたま通りかかっただけさ。わかったわかった、自分で歩くからもう引っ張るなよ。その皆の衆、元気だったかい？君たちの会話が偶然聞こえてしまってね。なさす。別に心配はいらないさ、旅人がいるんだから迂回なんて選択肢はないだろ。どうして僕を見るんだよ。まさか僕も戦闘に参加しろなんて言わないよね。そう、今はもう水神じゃないから神の力も消えてしまってね。悔しいけど今はおとなしく守られる側に回るしかないかな。別に自慢するようなことでもないのにめちゃくちゃ誇らしげだな。なんかムカッとくるぜ。ちょっと、せっかくごまかせそうだったのに。悪かった、調子に乗ってたよ。どうか助けてくれ。フリーナさんに感謝を。ちょっと話が違うじゃないか。ほら、やっぱりフリーナ様だ。戻ってきてくれたのか。